ファンの皆さんの応援となったゲーム、1回の表ワンアウトランナー2塁、いきなりピンチを迎えました藤浪の今日ピッチングですが、北村をキャッチャーフライに打ち取って2アウト目、ランナーを2塁に置くというピンチを迎えましたが、まず1つアウトを取りました。立ち上がり難しいところで続く4番のウレーニャ、このところ好調でしたが、ウレーニャをカットボールかスライダーで慎重にアウトを取りまして、ゼロでスタートしました。2回の裏、先制点を挙げたのは阪神タイガース、メルセデス先発、入ってくるスライダー逃しませんでした。左中間のスタンドに大きなホームランで1点、2700人以上の詰めかけたお客さん、多くの阪神ファンの方が喜んだ一瞬でもありました。井上のホームラン、今日は2786人のお客様の前でホームランを披露しました。3回の裏もチャンスを迎えました。北条がヒットで出塁しました。さらに板山のところでこの北条が今日トップバッターに起用されましたので盗塁を決めました。ツーアウトランナー二塁、スコアリングポジションで追加点を狙おうというところでしたが、板山はメルセデスも今日非常によくて、ここは三振に取りまして、2点目を挙げることはできませんでした。3回まで終了して1対0タイガースがリードしましたが、ジャイアンツが4回の表にチャンスを迎えまして、ツーアウトランナー二塁で5番の八百板、踏ん張りどころ藤浪が力のあるボールでショートゴロに取りまして、ランナーをホームに返すことはしませんでした。4回もゼロを積み重ねるという藤浪のピッチングは、5回この辺から安定感が増してまいりました。菊田を見逃し三振、さらには北もアウトに取りまして、5回をしっかりと投げ切りました。1安打ピッチング、今日は非常にいい内容でした。5回の裏ワンアウトランナー1塁2塁というチャンスを作りまして、今日2番に起用されました島田、メルセデスから途中マウンドを譲りました伊能との対戦になりまして、センターの前、この打球をご覧ください、大きく跳ねましてタイムリーツーベースヒット、まるで立岡をかわすかのように、これで2点目が入りました。2対0タイガースが大いに前半得点とともに優位にゲームを進めていきました。伊能はちょっと不運もある失点となりました。2対0で6回は西がマウンドに上がりました。2人目、ツーアウトランナー満塁というピンチを迎えまして、この場面で八百板に3-1から押し出しのフォアボールとなりまして、1点を許しました。ジャイアンツが2対1と追い上げます。今日はロングリリーフという形で登板しました西純也、7回、同じ2年目の打席は菊田が今シーズンファームで第1号となります、飛距離の出りますホームランを放ちまして同点に追いつきました。2対2阪神巨人のファーム交流戦、伝統のこの両チームのカード、まあ、ファームのゲームであまりたくさんは行われませんが、非常に楽しみな接戦となってまいりました。同点ホームラン、どちらのチームにも将来期待のバッターにホームランが出ました。そして7回の裏、2アウトランナー1塁、1塁ランナー北条、今日は北条がよく動きまして、このタイミングで走りまして送球乱れたキャッチャー小林でしたが盗塁成功。さあここは抜け出すチャンスが7回の裏でした。板山でしたが平前のゴロに倒れまして、ここは伊能が粘りまして、2対2のまま。さあ勝負の行方はということで、ゲームが終盤にかかりました。8回の裏、ランナー3塁まで進めて、バッターが中谷、今日のヒーローご挨拶になりましたがタイムリーヒット、3対2と、これで、勝ち越すというシーンを迎えました。
場内のタイガースファン皆さん大喜びの一打となりました。8回の裏ということで最後は湯浅が出てきまして、キャッチしたのも今日生き生きとプレーしました北条。湯浅が締めまして初めての西武、勝利投手は8回を投げました小山ということで、これも今シーズン初勝利となります。